はい、どうもこんにちは、翔平です。今日の動画はですね、以前もやったんですけど、このアドストのアイロンですね。このアドスト DS1 と DS2 を比較する動画を作ったんですけど、先日インスタライブをしてる時に新たに驚愕な違いが発覚したので、それを今日は皆さんにご紹介したいと思います。あ、ちなみにインスタもやってるんで、よかったらフォローしてみてください。ということで、まずこの2つのアイロンですね、軽く紹介すると、こちらが DS1、 こちらが DS2 で、こっちの方が新しいモデルですね。僕は見た目がかっこいいからって言ってこっちを選んで買ったんですけど、この2つの主な違いっていうのはこの溝ですね。 DS1 の方は、両サイドにこの溝があるのに対して、こちらは片面この2つの溝があるのに対して、こっちは楕円形なんですね。うん、こんな感じで両面違うんですよね。僕は前回この2つのアイロンを比べて、滑りだったりその束感の作りやすさで比較したんですけど、その先日インスタライブやってる時に、先輩のスタイリストのクセ毛マイスターのノッツさんという方とちょっと話してた時に新たに分かったことがあったんですけど、ノッツさんって方はもう一日中宿毛してる方で、もうずっとアドストのアイロン使ってる方なんですけど、そのノッチさんが言ってたんですけど、まずね、このアドスト DS1 から DS2 に変わったにあたって、スペックが変わったっていうよりも用途が変わったって言った方がいいかもしれないですね。で、こちらの2つ溝があるこのモデルは、この DS2 に比べると水抜けがやはりいいそうで、この水抜けがいいと何がいいかっていうと、もちろん髪を傷みづらくするっていうのはあると思うんですけど、一番は髪をまっすぐにしたり、こういう束感みたいに癖をつけたり、すごく形を作るっていう意味ではめちゃくちゃ特化してるそうです。それに対してこちらの DS2 の片面溝と片面楕円のこのタイプは、形を作るっていうよりも髪にツヤが出るそうです。なので、美髪だとか髪にツヤを出したいっていう方はこっち向けだそうです。なので僕がメンズでおすすめするってなると、とにかくしっかり C カールやその束感を作りたいっていう方はこの DS1、 こっちの方が向いてると思います。で、こちらの DS2 は僕みたいなね、ブリーチ毛だとかめちゃくちゃ髪が傷んでたりとかパサつきが気になるっていう方は、こっちの方がツヤだったり髪を綺麗にする方に向いてるみたいなので、こちらをおすすめします。多分この差はもうずーっと毎日毎日このアイロンを使ってるノッチさんじゃないと本当に誤差ってのが分かんないんじゃないかなっていうので、新たに使い方用途が発覚しました。なのでね、皆さん、髪を綺麗にしたいか、それともしっかりカールをつけたいかっていうので、選んでみてはいかがでしょうか。値段もね、確か1000円2000円ぐらい、今はちょっと分かんないんですけど、そんな変わらないと思うので、ぜひ参考にしてみてください。この動画が参考になったら、ぜひ高評価、コメント、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。